ジーザスエブリワン、クリスチャンブロガーのキートンです。クリスチャン女子大学生のマロティです。さて本日もキリストークの時間始めていきたいと思いますけども、はい、本日のテーマは賛美レコーディングの裏側について語っちゃうぞかーい。イエーイ。この間ね、賛美の動画がね、うん、出されましたけども、はい、うん、僕らがね、こう賛美歌ったということで、うん、2本出しましたね。はい、もともとなんですけど、まあ、オリジナル曲やったじゃないですか。はい、まあ、あれはなんか僕がね、もともと個人で一人やった時に披露して、うんうん、キリストークのテーマソングって作りましたっつってね、うん、はい、じゃあレコーディングしようよみたいなことをね、まあ、チーバ君とか、うん、ミータスに言われてね、うん、じゃあ300いいね行ったらレコーディングしましょうみたいな、こちらの動画ですね。はい、そうですね、はい、いかねえだろうと正直思ってたんですけど、まあ皆さんのねご協力のおかげでね、はい、無事超えまして、ありがとうございます。300いいねこちら。そうなんですよ、レコーディングしましたということで、うん、どうでしたか、レコーディングしてみて。レコーディングしてみてですか、うん、ジーザスファミリーはなんかまあ作詞作曲者の方、うん、まあ、ちょっとあんまり存じ上げないんですけど、その方が突然になんか2番を増やしたみたいなお話があって、うん、まあ、その作詞家すごい無理するなって、だからすごいびっくりしちゃったんですけど、うん、まあ、頑張って覚えました。すいませんでした。実は前々日ぐらいに作ったんですよ。そうなんですよ。マジで、もう急遽作って、はい、いや元々披露したの一番だけだったじゃないですか、あの時できてなくて。でもレコーディングするってなったらやっぱこうちゃんと全体の骨格で作りたいじゃないですか。やっぱ繰り返すってちょっと嫌なんで凝りたいんです、そこは。楽譜が支給されたんですけど、うん、あれなんかあのなんかちょっと微妙になんかあれこれ覚えてないのとか言いながら、私が悪いのかなとかやってたら、最近作ったんでねみたいな。すいませんでした。あはは、裏話もございました。まあそれね、ちゃんと無茶ぶりにも答えてくれてね。あ、いやいやいや、ありがとうございます。マネティもしっかり歌ってくれた。キリストーク。僕は結構万能時代の時にレコーディングやってたんでね、うん、まあ慣れてはいたんですけど、はいはい、まあでもやっぱ何回やってもあれは結構ドキドキするよね。うん、いろんな人が関わってくださってるから、うん、なんかミスできないなとか。いや、そうね、そう、まあ俺めちゃくちゃ注文出しちゃったんだけど。言ってました、すいません、ここちょっと大きくしてください。いや、そうそうそう、めっちゃうおー、いろいろ言ってるぞーって思って、いや私は分かんないなーとで、ありがとうございます。やってました。横でずっとニコニコしてた。そう、ずっとニコニコしてた。逆にそれでバランスがね、逆に取れてた、多分。まあまあまあ、まあ、うん、それも分かってたんですよ。本当かおい、嘘ですけど。って感じですね。はい、まあで実際にまあいろいろコメントもね、はい、いただいたら読んでいきましょう。はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。例えば、ハモリなんかは全然苦じゃない。ハモリはジーザスファミリーを作ったばっかり、その動画が出たばっかりの時に、うん、いつかこれをなんか2人で披露する場面も来るかなと思って、うん、ハモリを練習してたんですよね。あ、してたね、教会でね。そんで、うん、ハモリがすごい得意な M ちゃんっていう女の子がいて、うん、その M ちゃんもちょっと助けてくれたりしながら、ちょっと一緒にやってもらったりしながら、うん、まあ、ハモリ作ったよね、2人で歌って。だね、うん、でマラティ好きだよね、うん、結構ちょくちょくハモってるよね。ハモリ大好きなんですね、うん、主戦よりハモリの方が好きだ。なんでハモリが好きなんだろう、単純じゃなくなる感じが好きなんですよ、曲が。あー、なるほど。シンプルじゃないですか、メロディーだけだと、うん、でもなんかハモリやると途端になんかアレンジ加わるじゃないですか、自分の自由にこうちょっとできる感じが好きです。なんでハモリはよく練習してますので、うん、それの延長線上といったところでしょうか。いや、よかったね、ハモリね。ありがとうございます。でもちょっとこれも裏話なんですけど、一音だけどうしてももう最後の最後までハモリの音が見つかりきらなかったとこがあったんですよ、うんうんうん、僕らはジーザスファミリーのとこですね、あ、サビ終わりの、はい、のハモリがうまくいかないなって思ってたんですよ、うん、そしたらもうレコーディングしてマスタリングしていただいたら、うん、もうバッチリの音程にハモリすらも、そう、一つのなんか一つの音だけが外れてるんで、多分ジーザスファミリーみたいな、ファミだけとか、うんうん、そういう感じで一つの音だけ絶対違うなって思いながら歌ってたんだけど、別にさ、前で歌う時とかってさ、うん、そんな目立たないじゃん、音外してても、まあ、ごまかせるからね、ごまかせるじゃん、うん、ごまかせなかったんだろうね。新しい音程になっちゃってて。なるほどね。いや、すごい音程だ、それか、発したはずのね、ない。それが正解かって、うん、思った音が一応ありました。皆さん、どの音か探してみてね。いや、間違い探しみたいにやってる。一音だけ。すごいね、はい、あと伴奏もね、マーティが。そうだね、アレンジはどっちがやったんですか。アレンジもなんかちょっと手伝ってもらってたよね。アレンジも A ちゃんとか教会の子が教えてくれたりしながら、うん、でもそう、私も考えました。なるほど、私も考えました。こういうやり方があるんだよみたいな、うん、言われて、例えばバラバラに弾いたり、うん、単音だけポーンって入れたりっていう、こういう方法があるよみたいな方法を全部聞いて、う
なるほど。あと自分で全部作って。でもあれすごかったね。だっていろんな技術を取り入れてこうさ。あ、そうですそうです。必死。これもうめっちゃピアノ見てる動画になってると思うんですけど、こうやってやりました。大変でした。そうだから直前はもうね、どうしようどうしようみたいになってて。うん、もう辛かったです。ちゃんと間に合わせたのすごいよね。頑張りましたね。ありがとうございます。皆さん聞いてくださった方は、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。キリストーク。というわけでコメントね。はい。じゃあ僕から見ますかね。はい。ちえさん。この知恵さんいつもコメントしてくださいますね、はい、ね、もう常連さんですけど、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、このジーザスファミリーを聞くと本当に喜びでいっぱいになります。イエス様とつながったファミリーがいることで孤独ではないと思います。ありがとうございます。ああ、嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます、はい、セルヒコさん。セルヒコって読むのかな、わかんないです。なんて読むのかな。発音フランス語 R はハってなるやつ、うん、セフィコさん、セフィコさん読みづらセフィコさんね、はい、泣かせに来ないで、素晴らしい曲で神さんに感謝あーでもこれ嬉しい、これ泣けましたとかさ感動しましたってこれね、救い手からするともう妙に尽きるんで、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいですね。そうですね、確かに市販の元でおうちご飯さんね。あー、いい名前ですね。ラジオネームみたいな市販の元でラジオご飯さん、うん、おうちご飯だ。お二人とも綺麗な声、素敵。あー、これマナティもね、褒められてますよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。声系やっぱ多いよね。うんうん、うん、いい声ですねみたいなね。ありがとうございます。はい、のりたさん。賛美の歌詞もメロディもイエス様を信じて楽しく安心していて良いことが見せていてとても素敵です。お二人の声も素敵です。私もジーザスファミリー、年齢からするとお二人の母。おありがとうございます。ありがとうございます。てかキートン全部のコメントにいいねしてますそうそうそう、俺も癖で全部押す癖がついてるんです。全部にいいねが。いや、そうなんですよ。素晴らしいですね。荒木未来さん。あ、荒木さんもね、常連さんですね、うん、うん、いつもコメントしてくださいます。心に染みます。今まさに雨模様の心で泣けてきます。雨模様の心ちょっと雨模様のちょっとイントネーションがやばい。心ってなんてラッパーになってましたけど、はい、ありがとう神様、そしてキートマナティということで、ありがとうございます。雨模様なんですか悲しいこともありますよね、まあ、雨模様のね、あの歌詞がちゃんと入ってたんですけど、うん、あ、そうだね。そう、なんだっけ、どんなとこだっけ、胸の中が雨模様でもっていうね、なるほど、ちゃんと歌詞引用してくださって、あ、ありがとうございます。神様の平安がありますように。ユタカーンさん。2人とも歌声とハーモニーがいい、曲もさまの温かみがあって歌詞がよく伝わる、上を向きたくなる曲、ありがとう。後半過去映像が流れて思い出を振り返る最終回っぽくなる確かに最終回感あるよね。まあありますね、うん、最終回っぽかったよね、あの映像のカットに。いや、そうなんです、スライドショーが千葉くんですね、犯人は。実は裏話もあって、本当はクリスマス会とか流そうとしたんですけど、キートンの服装が全くこちらとこちらとこちらもう晒すここでこちらです。キートンの服が同じになったので、ちょっと、はい、あのこれはいかんなと思ってちょっと反省しました。今日は綺麗な服着てちょっと反省しました。あれはね、赤っ端だっためちゃくちゃ恥ずかしかったマジで俺そのカットは変わってます。あれ、これ時空超えてるじゃんちょっと違う服着ますか、はい、お願いします、はい、あー面白いやーね、じゃあ英語にしてくれる。英語にしてくれる。英語。どれですか、どれですか。英語。あ、これか。コミ3号さん。キャーマナティ可愛い、そしてうまい。マナティ可愛い、そしてうまい。ありがとうございます。復唱したの。ありがとうございます。二人とも良い声。これ2番英語にしてくれる。おお、英語。2番の最初なんだっけ。2番悩み事や。悩み事って英語でなんて言うんだ。マナティには知ってる。マナティには詳しいやん。悩み事。わかんない悩み事や思い荷物は、あ、でもなんかヘビーバードン前マナティが英語にしたことあったよ。あったあった。これ英語で歌ったらいいよねみたいな。そうそう、一番はなんだっけ。いや、歌ったよね。胸の中が雨模様でもIf it is rain in my heart めっちゃ舌出すもやもやするなんかそういう感じで作ったことありますね。ね、はい、頑張ってください。いや、俺がやんの。あ、そうですミータス英語得意だから。あ、ミータス英語得意だ。確かにミータスやらせるか、はい、ミータスにやらせましょう。じゃあお願いしますということで丸投げキリストーク。じゃあいいですか、いきますか。主がそばにいるからのコメントですね。主がそばにいるからはすごい事件があって、12月に1日起き上がれなくなったことがあったんですね。そんなに、はい、永遠に朝から晩まで泣き続けたみたいな日があったんですね、うん、でも自分のことも嫌いになってみたいな、すごい苦しかったんですよ、うん、ずっとお祈りしてて神様って。
それでシャッフル再生で Apple Music をパッて流したら、うん、あの私別に賛美だけ登録してるわけじゃなくていろんな曲登録してるんですよ。本当に J-POP、K-POP、なるほど、洋楽とかも、うん、いっぱい登録してるんですけど、うん、偶然一番、偶然じゃないね、コミットのところで一番目にあの J-Worship の主がそばにいるからが流れたんですよ。主は見てを伸ばして涙を拭いつまずきから引き上げてくださるが1曲目に来て、うん、なるほど、バッチリのタイミングでもう起き上がれなくて涙ボロボロの時に、うん、その曲来ちゃったからもうやるしかないと、うわ神様が私にこのメッセージ送ってるって思って、うん、激アツ涙になって、うん、キートンにその感情のまま、キートンこれが歌いたいですいやそうそうそう、これ歌いたいみたいなね、そうまあいろいろ話し合ってね、そうね、うん、じゃあいいんじゃないみたいになって選びました。一人歌ったよね結局ね。そうだね、うん、そう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 、頑張った。あれもすごいだから反響あったよやっぱり、マーティうまいみたいな。いやいや、まあうまい、マスタリングがねちょありがとうございますって感じなんですけどね音をね、主を愛してってあーって、うん、今ちょっと出るんですけど、はいね、うん、その日声の調子めちゃ悪くて、うん、なんか出ない時とかあって、うん、でもそれをなんか出た時の声を映してくださったりしてちょっとあのその秘密ですよ皆さんという裏技もあって、まあ、無事レコーディングさせていただきましたね。一か八かみたいな感じだったね。そう、あの時は本当に転調したらめっちゃ高かったよね。愛愛しいてかね、主を愛して今出るじゃんね、うん、今レコーディングしようかっていう感じなんですけど、それでコメントをいただきました。虹さんかな、こうさんかな、虹さんかな、うん、今とても辛い時なんですが何度聞いても胸が苦しくて素敵な賛美に感動します。主が慰めを与えてくださっていることに感謝しますということでですね、うん、私と一緒ですね私も本当に辛い時にねこれを聞いてもう何回もリピートして感動しました。自分じゃなくてね、うんうん、J-Worship の、なるほど、神様はこの賛美をすごい用いられるんだなってね、うん、思いました。あとね韓国語が来てるんですよ。お、読みたい、読めないお願いします。日本語学チェーン教えそ많이들었던마음을위해천안이에요예쁜목소리를들으니감동이더해집니다かっこいい私もね、 Google による翻訳によると、はい、日本留学中教会でたくさん聞いた心を響かせる賛美です。おー、すごいね、はい、もう国境越えちゃったんですよ、はい、ありがとうございます今の韓国語かっこよかったね。ね、ペラペラってさすが。ナクッターザヨンさん、ナカッターザヨンさん、なかった、なかった癖強い人多くない名前なんていうのこれ、なかった朝よさんたった今まで悲しみにあふれていた私の心、うん、賛美を聞こうと YouTube を開いたところキリストークがトップに、マナティさんの歌声とキートさんの演奏に心が救われました。ハレリア主を感謝申し上げます、うん、ということで私と一緒ですねずっとこれやっぱりさ、落ち込んでる時にこれがブワッてきたら、うん、神様って思いますよね。うん、伝わっていくよね。伝わっていきますね。だから嬉しいです、うん、それです。私もそれを共有したかったんですなるほど、はい、まあまあそんな感じですね。まあ皆さん、うん、いろんなコメントいただいてありがとうございます。いや、ありがとうございます。キリストーク、いや、励まされるね、やっぱね、はい、コメントもね、自分たちも歌っても励ましてるけど、はい、向こうからもやっぱ励まされてね、はい、励ましループといったところでしょうか本当そうね。はい、じゃあ第2弾の曲もよろしくお願いします第2弾あんのこれ。なんかさ、うん、コメントにさ、うん、毎回賛美のコーナーをつけてくださいっていうコメントがありましたね結構ハード高いよで最後なんか終わりに毎回弾いて終わりたい。じゃあ今日はこちらの賛美一緒に賛美していきましょうなるほどね、はい、もうそのうちなんかディボーションとかも始めるじゃあ今日は何分何節を開いていきましょうってはい、頑張りました。最終回あたりね、もしかしたらまたね、あ、そうですね、レコーディングじゃなくても ね歌うかもしれないやべ、すげえボケ触った気がする今普通にギターとさ、歌だったらできますもんね。この感じで弾くのとレコーディング全然違ったね。いや、そうですね、前何度も聞いたのにここで弾いてもらってマーティーが歌ったこともあるけど、気楽でしたね。気楽、気楽、そう、本当に気楽、すごい緊張感だったもんね。いやそうですね。じゃあ最終回やるんですか本当に。ノットレコーディング、ここでやる、こうやって、ここでやろう。なるほど、あのミータスにもハモってもらおうというわけではい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画少しでもいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた他に励ましのコメントなどありましたらどしどしお願いいたします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。